ありがとうございます。私は舘野弘樹です。私は熊本のキリスト教徒の方々からは、主人の子キリストと呼ばれています。また、仏教関係者からは、弥勒仏様と呼ばれています。私は素晴らしい夢のメッセージをもらいます。夢の中で神様は左側に青色の私、舘野弘樹の色をペイントし始めました。そして右側にイエスの金色をペイントしました。キリスト教の中では、舘野弘樹、私はアルファです。イエスはオメガです。また、左側がサポーター的役割で、右側の方が権威があるという意味もあります。あなたに平和が訪れます。